押し下げて回して開くという指示がついた、チャイルドレジスタンスのキャップ付きのアスピリンのボトルジャイルド、レジスタンス包装は、あえて子供には開封が難しくしてある包装で、子供が危険物を摂取するリスクを減らすために用いられる。特別な包装、特別な安全キャップがしばしば用いられる。処方薬、市販薬、ニコチンガン油電子タバ箱機器、そのカートリジ36.7で、 規定、農薬や家庭用化学物質を入れることのできる容器において規制がある。一部の管轄区域ではブリスターパックなどのユニット放送も子供の安全のために規制されている。米国消費者製品安全委員会はプレスリリースでチャイルドプルーフ放送などありえない。したがって放送を第一の防衛線と考えるべきではない。むしろ チャイルドレジスタンス放送であっても、あなたが最後の防衛戦であると考えるべきだ。と声明を出している。チャイルドレジスタンス容器用のロックする蓋は、1967年にヘンリー・ブロー博士によって発明された。子供が家庭用化学物質の放送を開けて、内容物を摂取するという事故の歴史により、アメリカ合衆国議会は、ユタ州のフランク・イーモス上院議員によって、 提案された1970年の毒物防止放送法を可決した。これにより、米国消費者製品安全委員会にこの分野を規制する権限が与えられた。数十年かけて保護対象となる範囲が増加し、環境保護庁によって規制されている化学物質を含む他の危険物が含まれるようになった。しかし偶発的な子供の中毒は続いた。 国際標準を改善するための必要条件とプロトコールの調整がなされた。チャイルドレジスタンス放送は一部の高齢者や障害のある人にとって問題になる可能性がある。規制ではほとんどの成人が放送を開けることができることを確認するためにデザインを試験する必要がある。一部の管轄区域では同居する子供がいない場合、 薬剤師は非 CR 放送で薬を提供することを許可している。規制は放送を開封できるかどうかを判断するために実際の子供を含んで放送の性能試験プロトコルに基づいている。最近では高齢者や障害のある人が同じパッケージを開くことができるかどうかを追加の性能試験も使用して判断している。多くの場合、CR 放送の要件は 開封のために二つの異なる動作を必要とする蓋の構造になっていることが求められる。何百通りもの放送設計が利用可能である。2011年、東京都商品等安全対策協議会は、子供用水薬を中心とした医薬品容器の安全対策とした報告書をまとめ、とに提出した。水薬用。 CR 容器の利用促進が必要だとし、コイン防止への積極的な注意喚起、普及啓発とともに、薬局での導入モデル調査の実施などを提言した。2015年、消費者庁の消費者安全調査委員会は、子供が医薬品を開封しにくい構造の包装容器の導入を検討するよう求める提言をまとめ、厚生労働省に提出した。2017年、 医薬品医療機器、レギュラトリーサイエンス財団理事長の土井治は、CR 容器の導入は、医薬品業界にとって大きな負担とはなるとした上で、官民で今後真剣に検討する必要がある課題で、厚生労働省としても何らかの対策を講じることが求められていると記した。2019年現在、日本では、医薬品、CR 容器の導入は検討中であるが、 経済産業省による使い捨てライターや添加棒の規制は先んじている。ニュース記事とプレスリリース。ありがとうございます。